誰かのために変えてくださいというふうにお願いしてたんですけども、誰かに差し上げてみましたでしょうか。恥をかくっていうのはとてもいいんです、ね、そして字をかく、汗をかく、この3つの書くっていうことをすると人間成長するそうですからね、ぜひですね、たくさん笑われてなんぼですから、笑われているって思っている、いますけども笑かしているんですからね、笑顔を作っていることになりますので、悟り書は誰かの笑顔を作るために書く書ですので、ぜひ人に渡して楽しんでいただければなと思います。自分の周りにですね、笑顔を見せてください、ね、難しいじゃなくて簡単、ね、楽しいっていうことを口癖にしながら、自分が笑顔になってくると周りの人も笑顔になってきます。ぜひたくさんの方を笑顔にするツールとして悟り書を使いください。そして笑顔にした人が一番笑顔になって幸せを感じることができると思います。今日は2時間どうもありがとうございました。